きチャンネル。ちょ、月曜日です。総チェック。はい。ということでね、月曜日の総チェック、来ましたけども、まず最初にお知らせです。日曜日の試合、ほぼちょっと全試合チェックできてません。ちょっとずつはしたんですけどね、ちょっと全試合チェックできてません。なぜなら、ラグビーワールドカップ、日本対チリ戦を、しっかり見てまして、でその後セルビア対ドイツとワールドカップバスケの決勝のちょっと残り時間を見ましてですね、でそしてなんと月曜日明日、まあ、朝ね総チェックしようとね思ったんですけども、明日ですねテレビのゴルフ番組の収録がありましてですね、朝もう早朝に家を出なきゃいけないっていうところでちょっと総チェックできる時間がありませんでした。なので金土はしっかりしてます。でも日はね、あのちょっとスコアボードね、スコアブックを見ながらね、中身はちょっとわかんないですけども、試合の解説はできますから、それを見て解説していきたいと思います。ね、そこはしません。ベストナインもちゃんと、見ていきます。ね、というところでね、やっていきましょう。はい。さあ、ということでね、まずはパリーグから、ロッテ対オリックス、8日雨天中止、9日0対4でオリックス、そして日曜日、10日、0対1オリックス、オリックス2連勝ね、マジック10に減りました。もう完璧中地マジック采配ね。まあ、このね、まあ、金曜日にね、台風の影響で雨天中止になるっていうところはね、ちょっと予想はね、できなかったと思いますけども、このね、宮城山本をね、しっかりロッテ戦にね、持ってきてね、ここで叩き潰して一気にね、マジックを減らすっていうね、ところでラストスパートをかけるっていう、この編成、ね、ピッチャーのね、これはもうまんまとね、完璧な、想定通りの、まあ1試合なくなりましたけど2連勝っていうところでマジック10、もう秒読み段階ですね、ロッテはここで2連敗したということで、ちょっと4位も可能性あるよっていうね、ちょっと4位も怪しくなってきたぞみたいなね、展開になってきてますけども、なんとね、9日0対4でオリックスというところで、オリックス山本9回102球、0安打8三振1球1セット分無失点ノイトノーラン出せ。ナイス。グーからのスパイラル。流星内野が。ナイス。完璧でしたね。まあ途中ね、内野手のファインプレーとかもね、ありながら完璧なピッチング。ね。なんとあの、2年連続ノーヒットノーラン。80何年ぶり。なんか2リーグ制になって初めて。しかも同一選手がノーヒットノーランするの。だから2回目っていうのが、なんか10人目とかなんとかって言ってたような気がするけどね、素晴らしいね。でロッテ先発美馬ね、7回102球7安打3三振1球3失点。いやこちらもね、前回同様いい形のピッチング、しかし援護点ノーヒットノーランだからね、もうそれはもう仕方ないっていうところでね、もうオリックスはね4回の表杉本がね3ランホームランっていうところで、まあこのね、前半のねこの3点というところは山本にとっては非常にね大きかったと思いますけども、ここで、ねあの、ワンアウト1、2塁っていうところでね、初球シュートでストライクを取って、2球目もシュートのサインが出たんだよね。だからここはバッテリーとしては詰まらせて、6、4、3ぐらいの詰まらせてダブルプレイ、5、4、3とかね、っていうところを狙った、シュート2球狙ったね、ワンストライクからの2球目のシュートがね、ほぼ曲がらないでど真ん中低めに来るっていうね、それをものの見事にバックスクリーン左横に3ランホームラン打った、ね、杉本も素晴らしいけども、ね、美馬、ね、ワンストライクからシュート2球目、もっと際どいとこ狙わないと、正直ね。それを、ね、ボールになってもいいんだから、それを真ん中っていうのはね、まあこれはちょっと嫉妬すぎだね。悔やまれるね。この1回だけだったからね。あとロッテね、この試合もね、なんと3失策、3つのエラーというところで、これでね、チーム68個になったわけなんでね。で、この土曜日の時点でパリーグワースト2位になったわけ。ここまでね、前半ミスも少なく相手のミスをついていくっていうところがね、チームのストロングポイントだったのに、自分たちでミスしまくるっていうね、ところでは空良さ出てこないっていう、4位も危なくなってくるよっていうね、ところで、まあね、山本の人らはね、素晴らしかったっていうね、試合でしたね。で、日曜日の試合ね、0対2でオリックス2連勝っていうところで、この試合見ました、ちゃんと。佐々木が投げたんで、ね。佐々木朗希ね、3回45球2安打2三振1球1失点というところでね、まあ多分50球ぐらいの制限だったんじゃないのかなというところで、まあ3イニングこれね、成瀬と一緒にね BS12 の副音声やった時にね、まあ里崎が言ったプランと全く一緒っていうね、まあ3イニングで、まあ1週間から10日ぐらい空けて5イニングで、まあ俺はクライマックスシーズンファーストにはいかないと思うんだよね。俺はね、もうファイナルの初戦の山本にね佐々木を当てるね。俺はこれちゃうかっていうね、ファースト当てでもね、次佐々木が投げるまでにね、試合決まったら困るからね、オリックスに勝つには山本を倒さなきゃいけないっていうところでね、このまああと
1回か2回ね、まあ、2回ぐらいいっかな、うまく投げてね、あの佐々木がねファイナルで山本に当てるね、ファイナル行けなかったもそれしかないっていうねプラン立てるんじゃないのかっていうね、まあ、この日もね、まあ、非常にね161キロストレートも出てたし、まあ、フォークもねしっかり投げれてたっていうところでは、まあ、復帰戦、まあ、もういきなりだからね2軍で投げないでっていう割には良かったかなと。でもちょっとね状態力入ってたかなっていうね、下半身もうちょっと力入れれるんちゃうかっていう、ちょっと状態の方がバランス的には力入ってたかなっていう感じがするんで、もうちょっと下半身の粘りができればもっとねいい球がもっと急速じゃなくてね急出っていうところのもっといい球がねいくような気がします。でその中でね、同学年のオリックス宮城ね、8回115球1安打6三振3四球無失点、2試合連続ノーヒットノーランするんちゃうかって正直思ったね。オリックスはね初回ツーアウト三塁から森がねレフトでタイムリーヒットっていう形でね、森1000本安打おめでとうナイスね、で1点を先制してね、で、まあ、5回ねツーアウト二塁からね、先頭山口セカンドフライ、安田がフォアボールで佐藤が送りバントっていうね、もう1点何が何でも飛んでいくぞっていうね、もうツーアウトからでもバントやっていうところでノーヒットの中ね、でツーアウト二塁から岡がね、マリーンズ初ヒットをねレフトに打つけども、レフト行き方がね本塁へナイススローグッスローで本塁ね安田タッチアウトというところで、失点を防いでね、チームとして完封勝利になるわけだけども、オリックスはね7回表に2アウト1塁から代打西野がねセンター前タイムリーヒットというところでねダメ押し取って、まあ、この2点でね非常にもっとね、楽になったかなっていうね、で、7回8回、9回とねしっかり抑えたっていうところはあるけども、9回ねピッチャー平野に代わって、中村ヒット、そして藤原フォアボール、2アウト1塁ね一発出れば逆転サヨナラっていうところのチャンス来るけども、山口がねレフトフライっていうところで、まあ、ヒットはね5回の岡のヒットと9回の中村のヒットだけだから、まあ、これはもう完敗っていうところでしょ。これでね、まあ、終わってみた時は終わってみたところでいようかね、まあ、結果はね2勝0敗でオリックスの勝ち越し、計算通りの勝利、マジック中優勝間違いです。続いて日本ハム大西武、8日0対6でセーブ、9日2対7でセーブ、そして10日0対10でセーブ、セーブの3連勝ね。日本ハムも最下位脱出かっていうところはあるけども、これでまた最下位逆戻り、しかも3連敗したことによって 3.5 ゲーム差ついたってね、一瞬ね5位上がったけどね、この3連敗はちょっとね最下位っていうところでは痛いね。まあどっちでも一緒なんだけどね、正直最下位も5位もね、でも最下位の方がねあのドラフトの上は20名1番目取れるよっていうねところもあるんだけどね、まあ、この3連敗、まあ、完敗だからね何とも言いようがないね。8日の試合ね0対6でセーブというところで、西武先発平ね7回115球3安打9三振3四球無失点グッパッチナイス10勝目、ね、直訴して先発をね自分から直訴してね転向して先発やらせてくれないと嫌ですって言って、で WBC も辞退して今年に臨んできてね、でチームは5位っていうね低迷する中でしっかりね転向してね2桁10勝勝つっていうところは本当に素晴らしい、スパイダーっていう、ね、これはかなりね素晴らしい、あの本人もねプレッシャーあったと思う、自分から言ってっていう中でね、それをしっかりね結果に残したっていうのは非常に大きかったかなと。で日本ハム先発噂はね6回117球5安打6三振3四球6失点というところで、まあ、6回7回でね変化球が高め、ストレートが甘め入ってきたところをね仕留められるっていうところはね、まあ、そこまで完璧だっただけにね痛かったかなっていうね、まあ、6回をね、2アウトランナーなしからね、変化球甘く入ったところを取る先にね、ホームランで、5回をね、渡辺中村連続フォアボール、これ痛かったね。で、佐藤がタイムリーツーベースで、ペイトンタイムリーヒット、次タイムリーヒットで、代打栗山犠牲フライね、で、源田レフト前ヒットで、外崎の時に伏見パスボールパッ、ね、で、外崎犠牲フライというところで一気に5点入って、まあ、6対0というところではね、完勝だったんじゃないでしょうかね。でまあ、日本はね4回裏2アウト2、3塁ね、サードランナー清宮、セカンドランナーマルティネスというところでね、マルティネスがシャッフルしてね滑ったようにしこけんだよね。でそれをキャッチャー次がねセカンドスローしてる間に清宮が本塁狙おうっていうね奇策のプレーだったけども、セカンドスローを投げようとした次がねジャックしてボールを落とすっていうね、その時点で清宮が、スタート切るタイミングがなくなるっていうね、で、マルティネスがイージーで挟まれて、で清宮のところに行ってボールがね清宮アウトになって終わるっていうね、不作です、残念ね、まさかボールを落とすとはみたいなね、ところでした。まあ、結果ね6対0西武の完勝といったところでしょうか。
9日ね、2対7でセーブというところで、日本ハム先発加藤ね、5回99、5安打5三振、1四球5失点というところで、まあ、全体的にね、ちょっと高かったかなっていうところもあるけどね、しかもその高めに入ったところをね、まあ、3回ね、一気に仕留められたっていうところで、まあ、このね、3連戦、本当集中打でね、1イニングドカーンってやられてんだよね、日本ハムはね。で、3回裏ね、セーブ、ね、先頭効果がホームラン。で、岸アウトになるけども、殿崎、源田、スリーベースの殿崎タイムリー。で、昼間ヒットになって渡辺アウト。で、中村がね、スリーランホームランを代わり組み、クッパって。ね。で、一気に5点。ね。で、日本ハムね、5回裏に、万波のセンター前タイムリーで1点返すけども、まあ、7回表にね、ペイトン先頭ライト前ヒット。うん、で、ここが送りバントを決めて、岸三振。で、2アウト2塁からね、石川の、ワイルドピッチっていうところで、ここね、遅いんだよね。この、ブロッキングのね、姿勢に行くのが、軍事がね。だからそこでポロンって後ろに行って、で、ね、ダメ押しのタイムリーを打たれるっていうところもあるし、8回にはね、ワンアウト二塁から佐藤がライトでタイムリーヒットっていうところで、西武はね、しっかりこう、ツーアウトになったところでもね、一本欲しいっていうところで必ず一本出てね、しっかり出たっていうところは大きいかなと。で、西武先発、隅田ね、6回103球、5安打4三振、1四球1デッドボール、1失点、クピッチ。ね、3回ね、5点取ってもらった裏ね、ピンチを作るわけよ。ワンアウト、ノーアウト1、3塁っていうね。このノーアウト1、3塁っていうピンチの中でね、万波、8球目かぶり、空振り三振っていうね、あのチェンジアップ。めちゃくちゃ腕も振れて、めちゃくちゃ押してたし。で、その後ね、ワンアウト1、3塁から松本のね、カーブ、低めにしっかり決めて、5、4、3ダブルプレーっていうところでね、加藤と対照的にね、しっかり隅田はね、勝負どころで低めに投げたっていうところがね、この勝ちにつながったね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。はい。続いて10日ね、10対0でセーブというところで、セーブ先発高橋コーナーね、ここまでちょっと2連敗してきて、ね、7失点、6失点で来た中でね、ちょっとどうなんや、大丈夫か高橋っていうところで今日ね、6回。98球、3安打7三振、2球1デッドボール無失点というところでね、まあ、6回までね、9点取ってくれてね、大量援軍にも恵まれたというところはあるけども、これね、しっかりピッチングをして勝ち投手になったというところはね、今後にも含めて良かったかなと。防御率もね、2.31 になって、勝利もね、2桁10勝というところではね、非常にピッチだったと思います。日本ハム先発、伊藤博美ね、2回3分の1、73球、9安打3三振、3フォアボール6失点というところでね、一気にね、2回ね、ペイトンセーフティーバンドね。で、次送りバンド、あ、西川フォアボール。で、ワンアウト一三塁から、源田のショートゴロをね、上川とかね、補給ミスっていうね、このゲッツー取るところをポロンチョってミスって、で、ワンアウト満塁からね、トロサキセカンドゴロの間に行って、で、昼間がタイムリーヒットっていうところで2点上げて、ね。で、3回には、栗山佐藤ペイトンっていうところを連続ヒット。で、次は犠牲フライ。で、西川タイムリーヒット。で、源田がね、内野安打で出て、殿崎がね、押し出しっていうね、ワンアウト満塁からね、昼間また犠牲フライを打って4点、6点目っていうね、まあ、そつない攻撃だね。まあ、西武はもうこのね、3連戦もうそつない。きっちり取っていく、得点を。まあ、その中で、やっぱ日本ハムとしては、このね、ワンアウト一塁から源田のショートゴロを上川との補給ミスっていうところでね、結局こういうのが痛いよね、失点につながっていくっていうね。で、西武はね、5回の表、西川ヒット。で、盗塁成功して、その際からね、タイムリーツーベースで1点っていうね、足も絡めながら。で、6回にはね、栗山ツーベース。で、佐藤のね、サードゴロ、清宮悪送球。バッと。9秒。今、パリーグワースト2のエラ数です。はい。で、ペイトンタイムリー、告げタイムリーっていうところで、相手のね、ミスをついてしっかりタイムリーヒットを打つっていうところでね。で、まあ、9回にもね、10点目のね、誰だ他の内野ゴロの間に1点を挙げるっていうね。まあ、10対0、完璧な勝利。もう解説のしようがない。あと、やっぱり日本ハムはちょっとミス多すぎだね。まあ、ほんと記録に残る残らないも含めて、まあ、あのね、この3連戦で言えば、8日のね、あの、マルティネス飛び出してアウトも、あれももうミスみたいなもんだからね。相手が落としたからっていうね、それも含めての作戦だからね、そういったところではもう策もはまらないでミスをするっていうね、っていうところではまあ結局痛かったかなっていうね、西武はしかもそれを全部ついてね、得点に結びつけたっていうところではね、西武の攻撃陣非常にね、クパッとなったと思いますね。で、平もね、高橋コーナーも10勝、で、隅田もね、あと、隅田あと何勝だ、もうちょっとで10勝じゃないの。隅田があと8勝、あと2勝だからね、隅田も10勝いけるからね、こうやってしっかりね、先発でね、しっかり10勝トリオを作ってね、いい形でね、シーズン終われるように頑張ってもらいたいと思います。結果はね、西武の3連勝でした。続いては、3位4位 A クラス争い、ね、ソフトバンク対楽天、8日6対8で楽天、9日7対2でソフトバンク、そして、10日6対4で、6対4で楽天っていうね、
ところで楽天の2勝1敗で勝ち越し大きい1ゲーム縮めましたっていうね、中でね、8日の試合6打8で楽天っていうところで楽天先発岸ね、5回3分の2、101球、9安打2、3、4、2、9、6失点、まあ、勝ちはしたんだけど6失点っていうね、でもそれでも勝ち投手、抑えても勝てない、打たれても勝てる、これがねピッチャーの勝ち星のね、この難しさっていうところとね、評価の難しさっていうところでもね、あるんだよね。で、ソフトバンク先発石川ね、4回3分の1、107球、6安打3三振、5四球4失点っていうところで、若干また腕下がってませんかのような気がする、俺は。まあ、そう思うだけかもしんない。荒れたからね。でも若干下がってませんかっていうね。やっぱ上げた時良かったじゃんっていうね、ところは、もう一回ね、まあ、俺も見返そうかなっていう思ってるけども、どうなんだろうっていうところはあります。ね。で、ソフトバンクはね、初回ね、シュートの足でっていうところでね、1番シュート、セカンド内野安打。で、盗塁して、耳を6番と。で、源田のね、柳田のね、センター犠牲フライで1点っていうね、もうシュートの足でね、取った1点っていうね、ところで先制するけども、楽天はね、2回表に2アウトからね、阿部岡が連続ヒット。で、炭谷フォアボール。で、小深田の時にね、冒頭ワイルドピッチ、まあでもここねワイルドピッチあるんだけども、回はねバッター小深田で左だからね、回はアウトコース構えてんだよね。でそこでね、あのパワーカーブか膝元のね足元にワンパン行くんだよね。もう横断だからね、まあ止めなきゃいけないけど難しいっていうね。でその後ね、ショートへのタイムリー内野安打っていうところでね、勝ち越しだからこれミスが響くよね。で4回表にね、ワンアウト1塁から炭谷のタイムリーヒットで追加で、しかし4回裏ね、すぐにワンアウト2、3塁からね、井上の内野ゴロの間に1点を挙げて追い詰めるんだけども、5回表にね、ワンアウトから岡島センター前で、ここでねピッチャータオラに変わるんだけども、辰巳のねファースト内野安打、これ辰巳のねファースト内野安打、ファースト中村ねグラブ当てるけど取れずっていうところで、まあ、見たけどねギリギリだからね、まああれはした仕方ないかなっていうね。まあ強いて言うならば、後ろにもう三森いたから、あれはもうね出ていかないで三森に任せて、ファーストだったらファーストアウトにできたかもしれない。でその後ね、安倍フォアボールね、でワンアウト満塁から小郷がねタイムリーヒットで、炭谷ねライトにタイムリーヒットっていうところで、これね炭谷のね打球がライト柳田ねスライディングしてイージーフライだったのに、それ落とすっていうね、バーッでタイムリーヒットになっちゃってね。でその後小深田もタイムリーツーベースっていうね、一気に4点で7対2、いやこれ負けたなって正直思ったけども、なんと6回裏にね、周東が2アウト満塁からね、まあここね多分バッテリーとしては外のね当て逃げみたいな感じでされる、もしくはね合わせられてヒットっていうのは嫌だったんだろうね。だからインコースね強気について詰まらせようと思ったら、それ振り抜いてライトスタンド満塁ホームラン、テラスの上行ったからね、グッとナイスバッテリー、おこれで7対6、分からんなと思ったけど、この9回の表のね、小深田のタイムリースリーベースの1点、非常に大きかったし、あとはね、楽天のリリーフ投手でね、岸を継いだね、鈴木空、で渡辺、で松井ね、完璧なリリーフ、グッリリーフね、このリリーフはね、終盤のね、追い上げをね、一気に止めたっていうところもあったんでね、非常に大きかったかなと思います。続いて9日ね、7対2でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発和田ね、5回97球、6安打5三振、2球2失点と、まあランナー出しながらもね、踏ん張ったなっていうところはあるけども、まあ5回ね、2失点ね、最後粘りきれず取られるっていうところもあるけども、まあ試合ね、しっかり作ったっていうところでは良かったんじゃないでしょうか。で楽天先発ね、田中マー君、6回87球、7安打6三振、1球5失点と、7回一気に崩れる。6回まで完璧だったのにっていうね、ところで、楽天はね、5回表、ね、安田小深田が連続ヒット。で、ノーアウト1塁から村林が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から島内がね、ライトにタイムリーヒットで、ね、2点先制。で、いい形でマークもね、めっちゃ抑えていったのに、7回裏いきなりね、柳田ツーベース、近藤ツーベース、ね、ここのツーベースも、ね、ツーベースで1点入んないのっていうところあるけども、柳田のツーベースで近藤がツーベース打ったんだけども、センター辰巳がね、フェイクキャッチ。難しいんだよね。あれ、騙されちゃうんだよね。でそれでフェンチョガだって取ってる投げて、で柳田がノーアウトだからね、これしかもねノーアウトがね一番ね騙されやすい。やっぱノーアウトはタッチアップだからね、帰っちゃうんだよね、タッチアップ。でしかもクッションね、もともとしたら帰れるんだけど、クッションもワンピースで投げてね、で柳田が三塁ストップっていうね。で、ノーアウト2、3塁になって中村フォアボールで、ノーアウト満塁からね今宮タイムリーツーベース、これね低めのフォークボールね粘って打ったね。でその後柳町ね高めに浮いたところライト前ヒット、で増田デッドボールね、
でも安楽に変わってるんだけど、甲斐三振取るけども、周東犠牲フライ。で、三森がね、ショートへのタイムリーなんだ。これはもう三遊間ね、深いところだったから仕方ないっていうところで一気に5点逆転。で、8回裏でもね、ピッチャー、内が出てきて、先頭近藤フォアボール。で、中村晃のところで安田パスボール、パッと、パスボール。で、中村アウトになるけども、ワンアウト三塁からね、今宮の、ピッチャーゴールね、三塁ランナー、谷川からね、ホームアウトになって、ね。で、まあ、ここでね、もう1点取れんかなと思ったら、上林がね、ツーベース。で、ツーアウト2、3塁からね、野村のピッチャーゴロ、うちがね、ファーストへ悪送球。でもその悪送球もよ、悪送球もファーストね、阿部がね、ダイビングキャッチ。ナイスプレー。グッて。あれ、もう、あれよく取ったね、ダイビングで。あれ、後ろそいつはもっと点取ったからね。で、甲斐がその後ね、タイムリーヒットを打って2点、これダメ押し。で、7対2でね、しっかりゲームが決まったかなっていうね。でも8回はね、2つのミスだからね、正直、もったいないよね。そういったところではしっきりね、守備守っておきたいっていうのもあるし、まあ、この日はね、和田の後ね、又吉海のね、藤井松本でね、ソフトバンクのリリーフ陣がね、まあ、よく踏ん張ったかなっていうね、ところです。で、10日の試合ね、4対6で楽天っていうところでね、ソフトバンクね、先発はバッド、1回3分の1、63球、5安打、4四球、4四って4つのフォアボールは痛いよね。で、楽天先発ね、庄司。5回85球、8安打3三振、2四球、4失点。まあ、こちらも4失点したけどね、まあ、なんとかね、踏ん張ったかな、っていうね。で、楽天はね、初回、小深田のね、ショートゴロ、今宮エラー、バッと。ね。で、村林先生、タイムリーツーベース。ね。で、島内アウト。で、ワンアウト2塁から浅村フォアボール、岡島打ち取るけども、辰巳がね、レフトへタイムリーヒット。で、阿部フォアボール。で、小郷がね、押し出しフォアボール。っていうね、一気に3失点。1イニング目で、まあ、3つのフォアボール。でも、ま、自責では ないんだけどね。この先頭ね、今宮のエラー痛かったね。で、2回表もね、連打連打で浅村のタイムリーヒット。で、3回もね、村林のタイムリーヒットというところで、しっかり5対0ね。まあ、これでは一気にね、楽天勝ち切るかなと思ったら、3回裏にね、甲斐タイムリーツーベース、三森タイムリーヒット、柳田ツーランホームランっていうね、一気に4点取って5対4。いや、これわからんなってね、なった時に、まあ、そっからもね、ソフトバンク12安打打つわけ。ね、ビッグチャンスもね、6回にはワンアウト1塁あったけども、上林、郁美がね、行かせずね、8回にも、中村柳町がね、フォアボールヒットで、ノーアウト1塁チャンス作って、今宮送りバント、ワンアウト2、3塁から上林ね、峰井が、一本鉄っていうね。で、8回にね、楽天は、峰井のパスボールで1点、バン、パスボール。お互いミス響くね、両チーム。ね。まあ、それがね、ダメ押し点になって、6対4でね、勝利っていうところでね、楽天の2勝1敗で勝ち越し。ね。そしてこの試合ね、松井裕樹が、セーブを上げて、増田にセーブ、1個差に詰め寄るっていうね、マリーンズが勝ってないからね、これで一気にね、松井がセーブ王のタイトルね、逆転に向けてね、準備万端っていうところもあるしね、まあまあ、セーブはね、チームが勝たないと投げれないからね、まあ、そこはね、今後どうなっていくんやっていうところもあるし、まあ、楽天がね、2勝1敗で勝ったっていうところでね、順位で言えばパリーグね、もうオリックスはね、貯金28、ね、マジック10、もう秒読みです。もうすぐ優勝します。オリックスファンの皆さん、おめでとう。はい。そしてロッテね、12ゲーム差。で、3位ソフトバンクに 1.5 ゲーム差。で、4位楽天に3ゲーム差。で、楽天は3位ソフトバンクに 1.5 ゲーム差。これはわからんぞ。どうなるのかは。これはどうなるんや。次のカードはロッテ対楽天の2連戦。これは楽天2連勝したらわかんないね。まあ、最低でもロッテは1勝1敗で行かなきゃいけないっていうところと、オリックスは日本ハムソフトバンクですよ。西武がね、打線上向きできてるからね。そこソフトバンク投手陣を抑えれんのか、きついよ投手陣今。西武勢い乗ってるよ。日本ハム今沈んでるよ。オリックスこのままの勢いでいっちゃうよっていうね。ところではどういう展開になっていくのかっていうところはね、ポイントだね。ねえ。まだまだわかんない。もう優勝は決定。2位、3位、4位争いがね、まだまだわかんない。次のね、明日からのロッテ楽天戦どうなるのか。ロッテは最低でも1勝。楽天は2連勝して一気に行きたい。ね。まあ、ここはね、最後までわからなくなってきましたね。まあ、この試合ね、結果は2勝1敗で楽天の、勝ち越しですけども、全体的にはどうなるでしょうか。続いてセリーグ、首位攻防戦。阪神対広島。8日4対1で阪神。9日5対1で阪神。そして10日5対1で阪神ということで、阪神の3連勝 !7、9月負けなしなんと、マジックが5!優勝おめでとう。
これはもうひっくり返らないの。どう考えても。ね。3連勝するから、ここに来て。しかも、広島はね、床田、森下、栗の大編成かけて勝負で行って、3連敗はきつい。しかも、得点が3点しか取れてない。という中でね、8日、ね、4対して阪神というところで、阪神先発村上ね、7回3分の1、100球、6安打6三振、無四球1失点、10勝目、グッピッチ。素晴らしい。ね。で、広島戦が床田ね、5回78球、5安打3三振、1四球3失点。まあまあ、3低減のピッチングはしてるけどもね。まあ、その中でね、初回ね、ワンボールワンストライクからね、ツーアウト、カーブをね、森下がレフトへホームラン、グッパッていく。ね。まあ、これでね、新人、10号というところで、チームでね、新人で10号を打ったのは6人目っていうね。で、右バッターで言うとね、岡田さん以来っていうね、非常に素晴らしい。グッパッていく。ね。で、2回にはね、佐藤がね、高めに浮いたところをね、高めに、ね、狙ったところがね、ど真ん中に入って、で、それがバックスクリーンにホームラン。2点目。佐藤。グッパッていく。ね。18号です。で、5回にはね、ノイジーのフォアボールから坂本が送りバントを決めて、木浪がね、タイムリーヒットっていうね。もう木浪がすごい。グッパッていく。もう3番並みのランナー、もう8番なのにクリーンナップみたいな仕事してるからね。で、8回の表にはね、松山のタイムリーツーベース、これ低めめっちゃいいバッティングしたけどね、1点返すけどもね、8回裏にね、大山がレフトにタイムリーツーベースを打ってね、4対1っていうね、まあところでね、まあここね、広島目線で言うと、まあ、阪神はね、着実に点を取って4対1ね、完勝っていうところだけども、広島目線で言うと、このね、5回、木浪のライト前ヒットね、これセカンドほどのね、ダイビングして胸のあたりボールいってるからね、あれは取らなきゃ、処理しなきゃ、行き過ぎてるからね。で、あとね、この大山のね、レフトに代回しっていうところも三塁線ね、デビッドソン、逆シングル取れずっていうね、こう、球際、阪神にもうそんなキワキワのプレーでミスしてたら、もう、勝たれへんで、もうそれぐらい強いで、今。ね。で、広島はね、まあ、攻撃陣単発っていうところで、6回ね、ランナーを動かそうとして、動かすもね、三振ゲッツ、坂本グッスロー。ね。で、7回はね、ダブルプレーっていうところで、行かせずっていうね。で、この試合から秋山ね、復帰も4対0というところで、チャンスでね、1本出ずっていうね、ところではもう阪神の完勝でございますね。で、9日、5対1で阪神っていうところで、広島先発森下ね、5回90球、8安打4三振、1四球5失点。まさかの5失点。森下。ね。で、阪神先発の大竹、6回3分の2、91球、5安打3三振、無四球1失点、二刀流、今日は。その中でね、今年10勝2敗、貯金8、グッと、素晴らしい。ね、現役ドラフトってきて、でもね、大竹がね、ソフトバンクで活躍できずにね、阪神で活躍できた理由をね、俺は取材で探り当てたんだよ。でもそれはね、ちょっと電波に乗せて言えないんだよ。だから、年末に行われる、里崎の、里崎ライブ2023農会袴田さんとやってるね、それに来てください。そしたらそこで言います。ちょっと言えない、電波に乗して問題ある。でもね、すごい大竹にとったら本当、でもこれ誰かをこれ中身はね、誰かを批判してるとかね、誰かにダメ出しするっていうことじゃないから、ね、正当な理由でもちゃんとね、裏を取りたいからね、まだ裏固まってないからね、固まってないのに出せない。だからその12月までね、しっかり固めとくから、ぜひね、来てください。お願いします。まあその中でね、阪神は2回に先制するんだけどもね、先頭ね、佐藤がライトにツーベースね。で、ノイジーがね、ライト前タイムリーヒットというところで、ここね、佐藤がノーアウト2塁になって、ノイジーもね、こうチームバッティングというところで、引っ張りにかかってないわけ。もう最初からね、反対方向、最低でも進塁だっていうような打ち方してる。その中で、アウトコース高めに浮いてきたところをね、しっかり逆方向へ打つことによって、1、2塁が抜けてライト前、最高の結果ね、勝った。で、それがタイムリーになって、ノーアウト1塁。で、坂本送りバントを決めて、木浪がね、ライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁からね、ここから大竹のね、打席っていうところで、大竹はね、送りバント構えてるの。ボール。送りバント。ボール。送りバント。ストライク。送りバント。バスター。ツーベース。グッパッ。さすが六大学早稲田。ピッチャー打席に立つからね。まあ、っていうところで、まあ、こういうとこね、まあ、ツーボールワンストライクまでいってるわけ。ね。だから、森下もね、広島バッテリーも、ひょっとしたらセーフティースクイズあるかもしれない。スクイズあるかもしれない。いろんなことを考えながらあったけども、
さっさとバントやらしてればよかったのよ。でここでレフトオーバーのツーベースでしょ。でその後にまた近本もタイムリーで一気に4点。これを見てた俺、試合ほぼ決まったっちゃうかと思った。この4点で大竹二刀流クパってね。で、5回にはね、ワンアウトから中野がセンター前ヒットで、森下レフト前ヒット、ここで西川ファンブルで、ワンアウト二三塁からね、大山のサードゴロの間に1点上げるっていうところでミスが起きるね。で7回にね、田中康介のタイムリーで1点返すけどもね、5対1、完勝じゃないでしょうか。大竹もね10勝目、だから村上ね、大竹が10勝10勝だからね、非常に素晴らしい。で、10日の試合もうこのとね、伊藤将司安定してるからね、伊藤将司も10勝クピチングね。伊藤が貯金5でしょ、で大竹が8でしょ、村上が5でしょ、18してんだよ、3人で貯金先発だけで。それはもうすごいよね、すごいとしか言い切れないね。で伊藤将司もね、この試合ね、8回111球3安打9三振無四球1失点クッピチ。もう最近えげつないな、日曜日負ける気せんもんな、この伊藤のピッチングね。これで、2勝だから巨人戦負けたんだね、4失点で、まあ、でもその他はねしっかり勝ってきてるっていうねところもあるしね。でね、広島先発クリね、こう仲良くでね持ってきたのよ。前回もね仲良くで登板してね、でこの試合もね、中ここは6日かだから中4日にして中6日にしたんだね。で、日曜日ねしっかり栗持ってきたけども、7回3分の2 127球3安打4三振6四球1デッドボール5失点7四球はもう阪神許してくれへんでね。まあ、その中でね、前半踏ん張って5回にねマクブルームのレフトスタンドホームラン1対0、このままね伊藤に勝つんちゃうかって言ったところでね、6回裏ね、ワンアウトからセカンドね内野安打ともに小殿の悪投球で、ワンアウト二塁から森下のタイムリーヒットエラーもう許してくれんで本当ね。で1対1の同点になって、で、8回裏ね、先頭近本フォアボール、中残りバンドで、森下空いてる球敬遠で、大山センターフライで、佐藤フォアボールで、代打糸原センター勝ち越しタイムリーね、で坂本フォアボールで、木浪のねセンタータイムリーヒットね、っていうところで一気に4点で5対1っていうね。いやー前半いい戦いだったけど、これが阪神の強さだね。途中から出てくる選手も頑張るしね、活躍するし、しかもね、この日もね、伊藤から岩佐とね直結で岩佐のもしっかり抑えるっていうね。でまあここでねしっかり4点取れたことによって岩崎もね休まされるっていうね、中では非常にね大きな、3連勝だったんじゃないでしょうかね。まあ栗としてはねミスもあったんでね、5失点4自責点っていうところはあったけどもね、いやーまあカーブとしては床田森下栗で3連敗は想定外やろな。逆に阪神はね村上大竹伊藤将司で全員2桁勝利を勝ち取る、しかも3連勝マジック5、優勝おめでとうございます。もうあと秒読み段階ですね。ということで阪神の3連勝でした、首位攻防戦。続いて DeNA 対ヤクルト、8日2対1で DeNA、 9日1対13でヤクルト、そして10日6対4で DeNA、 DeNA の2勝1敗で勝ち越しね。ここ負け越せなかったのはね非常に DeNA としてもね大きいね。8日ね2対1で DeNA というところで、 DeNA 先発平ね7回111球4安打9三振2四球無失点というところで、両コースにねしっかりストレート投げれてたっていうところはね非常に、しかも切れ味良かったしコントロールも良かった。でそこからのスライダーシンカーっていうところで、またこの変化球がね、めちゃくちゃ効いてねクピチンね。でヤクルト先発石川ね6回105球6安打3三振1四球1失点というところで、まあ、試合しっかり作るもね援護だしっていうね。でね、この試合ね、DeNA ね、初回知野がね、代打満塁ホームランからのね2打席連続ホームランというところで先制ホームラン、ほら佐々木トレードに出してあげた方がいい選手で、知野は使えばいけるから、使わないんだったらトレード出してあげた方がいいって言って、この知野の活躍知ってました、やれる男や、頑張りましたね。ここでねいい形でね、打ったっていうところでは DeNA にとってもねこの A クラス争い知能存在めちゃくちゃ大きいんじゃないね。でその中ねこのままね1対0でね平のピッチングも良かったしね行くのかと思ったらね、8回ね、先頭内山ねライトへスリーベースっていうところでライト海老名ね転ぶ、ちょっと目測誤ってない、ちょっと行き過ぎてなかった、もしくはバウンドイレギュラーするかがいいやね、転ぶのよ、転んでスリーベースバット
でその後ねワンアウトになって宮本がセンター犠牲フライで同点ね。で10回にねワンアウト満塁から大和がねライト前サヨナラ打ったからねよかったけどもサヨナラ打ったからね笑えるけどもこれ危なかったよね。まあ、その中ね、まあ、9回表にねヤクルト中村選手の頭部にねデッドボール当たって退場したっていうこともあってね、まあ、喜びを見せずっていうところもあるけどもまあもうこういう流れかななってるかな。でもこれがもうスタンダードになるから多分今後何かあった時に喜べないね誰も。もう俺はもう何がいいのか悪いのか分かんないけども正直ねあれが喜んだら喜んだらでいいかもしれないしこの前のねあのヤクルトのナイスピッチングもそうだったけどねちょっともう難しいねいろいろ問題がね。だから今後もしこういうことが起きたり何か負傷で退場することになったりした時に喜べないこれが多分スタンダードになっていきそうね。まあ、今後どうなるのかっていうのは見守りたいけどちょっともう何が正しくて何が間違っててこれも賛否あるしいろんな人の意見あるからねうん俺には分かんないね。でも DeNA が勝ったのはね非常に大きかったかなと思います。で9日ね1対13でヤクルトっていうところでヤクルト先発小川ね7回112球4安打3三振3四球1失点100勝クッピッチ素晴らしいおめでとうね。しっかりね100勝しかも打ってはね4打数2安打3打点バッティングも野手かっていうバリのバッティングのホームだったね。でヤクルトはね、初回に、塩見のね、先頭打者ホームランで DeNA は2回裏にね山本のタイムリーヒットで同点になるけどもね、5回にオスナタイムリーでサンタナタイムリーで浜田2点タイムリーツーベースっていうところで一気に5点で7回にもね、岡川の走者一掃のタイムリーツーベース岡川ね。で9回にはね、内山のタイムリーでオスナ内野ゴロの間に1点あげて代打赤羽がねタイムリーヒットというところでもう13対1 20安打だからねこれもちょっと解説しようがないというところでね、まあ、ヤクルトね打者陣グッバッティングで10日の試合ね、6対4で DeNA というところでヤクルト先発山野ね4回3分の1 78球6安打4三振4四球6失点で DeNA 先発浜口ね7回3分の1 111球5安打6三振3四球2失点というね、ところで、まあ、ヤクルトはね、初回にオスナの先制ホームランでね先制するんだけども DeNA は4回裏ね、大和の内野ゴロの間に1点を挙げて同点で5回の裏にねワンアウトから浜口内野安打ピッチャーだからここ山のアウトにしとけば終わってたけどねで、知能のところでボークがあってで連続ね、知能コアラと連続フォアボールでワンアウト満塁から佐野がタイムリーヒットで牧ツーベースで宮崎がタイムリーヒットっていうところでクリーンアップにね連続タイムリーを打たれて一気に5点6対1ねでまあこのままね終わるかと思ったけども8回の表にね山田のタイムリーで村上タイムリーツーベースサンタロナヤゴロの間に1点っていうところでねこちらもクリーンアップだからこのね最後のサンタの内野安打か宮崎のヒットかこの違いだけだったねここの違いで、まあ、6対4っていう形でね、DeNA の勝ちになるけども、まあ、お互いね8安打ずつっていうところでチャンスはそんなに多くなくてね集中打ってなったけども最後ね連打連打連打クリーンアップの連打連打5番が連打か内野ゴロかっていうところがね結局は勝負のねあやになったかなっていうね、まあ、DeNA はねこれ2勝、1敗で勝ち越してねまず3位ね1っていうね、ところでは非常にね大きかったかなと。しかも2位広島にね3ゲーム差だからこれまだワンチャン2位もねちょっと出てきたんじゃないのかっていうね広島が3連敗したことによってねまあこれまだちょっと3位まで2位までもちょっと分かんないなっていうね展開になってきましたね。続いて巨人対中日8日0対0の引き分け9日5対0で巨人そして10日2対1で巨人ということで巨人の2勝1分けっていうねいや負けなかったのはね非常に大きいかなっていうね8日ね0対0で引き分けっていうところで巨人先発戸郷ね10回140球3安打11奪三振2四球無失点クッピッチ素晴らしいで中日先発中地ね7回99球3安打6三振4四球無失点というところでスライダーのね精度はちょっと良くなったかなっていうところはね非常に良かったかなとでその中でねまっすぐツーシームっていうコンビネーションもね非常に素晴らしかったっていうところではね、このね、引き分けだったけども7回無失点の好投にねつながったかなと思います。で中日はね4回先頭ブライトがね、センターへスリーベースヒットでノーアウト三塁でねカリストのサードゴロを飛び出すっていうバッとでこの状況だったら一塁ゴロファーストゴロサードゴロはストップでショートゴロセカンドゴロだけがゴーじゃんそれなのに中途半端に飛び出しちゃってだからあれ多分ね無駄に大リードが大きいのよ多分俺の予想だからもう出ちゃったんだと思うんだよね。あんなとこ無駄に大リードとか大きくなくていいのよしかもノーアウトだからねしかもこのチャンスをね無駄にしてね 5-2-5-1-6 タッチアウトっていうねところでもう大バッと
ね、しかもドラゴンズね、走塁練習に時間をかけて、ね、練習してきたっていうね情報があったんだけども、その中でこれみたいな、もうちょっとちゃんと考えてやんないとみたいな、ね、で巨人はね2回3回8回10回11回とねチャンスを結構作りながらも1本出ずっていうところでね、2回でもね2アウト1塁吉川がね、セカンドゴロね、3回でもねランナー出すけども、繋がらず、8回ね先頭ね門脇ランナー出すけども丸のところでね三振ゲッツーっていうね、ところでチャンスを広げられずね、で10回さよならのね、チャンスに2アウトね、2塁からね丸がフォアボールで2アウト1塁で岡本がサードゴロでねさよならならずね、で、11回にもね2つのフォアボールで1アウト1塁チャンス作るけども吉川セカンドゴロで代打中村が3、中山がね三振っていうところでチャンスを作るけど1本です。9回はねライテルマヌ12回はライテルマヌチーガスが出てきてスコスコ投球でした。あれは天草すごかった、まっすぐ速いし、もう萩尾とかこれもうワンバンフォーク掘ってきゃ絶対掘るぞと思った、やっぱり掘った、あれは止まらんなね。その中でねちょっと中日としてはもったいない試合展開だったかなっていうね。9月9日5対0でね、ジャイアンツっていうところでジャイアンツ先発菅野ね5回80球3安打4三振1球無失点とね、ちょっとなんか指に違和感があって交代って言ったところがあったけども、まあ、その後のねリリーフが非常に踏ん張ったっていうところで、船場様菊池バルドナード平内ね非常にグッピチ、はい、中日先発高橋宏斗ね5回101球7安打4三振1球4失点っていうところでね、まあ、4回まではねいい形のピッチングしてたけども5回の裏に2アウト2塁からね菅野にセカンドへの、先制タイムリー内安打っていうところがあるんだけども、これセカンドね福永ね球際あれは処理したいね正直ね、まあ、それがね先制になってで6回裏にはね、先頭丸がねライトスタンドへホームランで岡本フォアボール坂本内安打っていうところで、で大城が送りバントを決めて長野敬遠で満塁策で代打ね、岡田のところで代打萩尾三振でここでね2アウト満塁で代打秋広が出てきてピッチャーがね福谷から斉藤に変わってね対左に相性ねめちゃくちゃ悪い秋広がねセンター前の2点タイムリーヒット秋広がかかって、ね、で7回裏にも、門脇のねライトスタンドでホームランというところでダメ押しね、で中日は、33イニング連続の無得点というところでね、まあ、なかなか厳しい戦いだったからね。で10日はね2対1でジャイアンツっていうところでジャイアンツ先発メンですね5回3分の2 74球3安打3三振1球無失点っていうところでねストライク先行で投球できればねメンですは鬼に空棒っていうところで非常に素晴らしいピッチング、ね、その後松井菊池バルノザの中川とねリリーフ陣ね、踏ん張ってねなんとか逃げ切り勝ちっていうね、で中日先発柳ね6回112球4安打6三振2球2失点でね試合作るもね、味方が得点してくれずね見殺しです。はい、巨人はね2回の裏坂本がね、先制ホームランで5回にもね、2アウトから梶谷レフト前ヒットで門脇がねレフトにタイムリーツーベースっていうところでジャイアンツも5安打しか打ってないからねもうこのねワンチャンワンチャンと一発でねものにしたっていうところではねまあね接戦をねしっかり勝ち切ったかなと。でドラゴンズはね7回表に2アウト2塁からね石川のライト前タイムリーヒットっていうところで1点返すんだけどもまあそこまでだったかなっていうところで大きかったかなっていうね。でこれでね、柳が4勝10敗だからね4勝10敗防御率 2.59 で4勝10敗ね。で高橋宏斗も5勝10敗なかなか苦しいねこれはね。ピッチャー頑張ってるけどやっぱ点が取れないっていうところはねなかなか痛かったかなっていうね。まあ、結果ねジャイアンツの2勝1分けっていうところになったけども、まあ、セリーグのね順位表で言えば阪神優勝おめでとうね。もう多分これは優勝するでしょう。もう20連敗ぐらいしない限りね。でその後ね広島 DeNA 巨人っていうところが、ね、DeNA が、広島に3ゲーム差で巨人は広島に 4.5 ゲーム差で3位 DeNA に 1.5 ゲーム差だからまだ分からんな。これちょっと2位3位4位争いにちょっとなってきてるから広島の2位も安泰かなと思ったけどこの3連敗でちょっとまだワンチャン分かんないねっていうね。で続いてはね阪神巨人の甲子園っていうところとDeNA 中日ね広島ヤクルトこのね5位6位チームに広島の DeNA はしっかり勝たなきゃいけないしこの巨人に今の阪神ねこれかなり驚異的やぞっていうねところもあるしねその後また広島阪神に戻ってくるからね同じ金ね、金銅
金土っていうね同じような試合、あとこっからねちょっと3連戦じゃなくて2連戦で変わっていくみたいなね、もうちょっと終盤に来て変則日程になってくるからね、そこ対戦カードも含めてじゃんじゃん変わっていくけどね、佐々木総チェックとともに楽しんでいきましょうね。さあということでね、まだまだどうなるのか、もう優勝は決定だな、でも2位3位4位、ね、クライマックスシリーズ争いはまだまだね楽しんでいきましょうということでね、最後にベストナインいきましょう。まずパリーグからピッチャーオリックス山本ノーヒットノーランおめでとう。キャッチャー日本ハム郡司トレードよかったね。ファーストソフトバンク中村晃33歳セカンド西武殿崎30歳、サード西武佐藤週間全試合ヒット、ショート西武源田、大分ラブ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 奥さんも大分、レフト西武ペイトンテキサス大学、センターソフトバンクシュート満塁ホームラン、ライトソフトバンク柳田首位打者になったよ、 DH 西武中村拓也3発ホームラン頑張って、リリーフ楽天松井西防衛あと一つです、セリーグピッチャー巨人戸郷10回無失点素晴らしい、キャッチャー広島坂倉優勝は無理か2位死守だね、ファーストヤクルトオスナ11アンダー打ちまくり、セカンド広島小園23歳までヤングマン、サード巨人坂本サードで向く、ショート巨人門脇ショートの後釜か、レフト DeNA 佐野9アンダー素晴らしい、センター阪神近本優勝へ、ライト阪神森下村上と新人を争い特別賞はあるかも、はい、リリーフ巨人船場様グリリーフ。さあということで月曜日予想チェックおしまいですということでね、また今週もね、今週で優勝胴上げあるのかな、わかんないけども皆さん楽しんでいきましょう。それでは